はい、皆さんこんにちは、ワンダルブルフィッシュです。信長の野望創造の、続きをプレイしていきたいと思います。早速、まずは前田とここですね。前田、残りの前田、今前田を攻略中、前田を攻めていきたいと思います。合わせて、この、最上ですね、最終的にはこの上杉の会津若松を取りたいので、ここを目指していきたいと思います。最上から四方八方から攻められてますね。続々と部隊が出ていってますけども、金継ぐの部隊はさっさと戻った方がいいぞ。進行の指示を出します。手柄を立てよ。そうですね、そしたらですね、この後に備えて、出陣させておきたいと思います。まずは前田を確実に取りましょうね。出陣します。表情を始めましょう。まずは米を買いましょう。先月の収支です。御用を受けたまわります。ありがとうございました。あとは修復します。金がないと。で、あと外交ですね。承諾するか。お味方が捕獲されました。ちょっと待ってくださいね。徳川家の援軍受諾っていうやつなんですけど、
どこに対して援軍を要求されたんだろうか、ちょっと確認しないとわからないですね。とりあえず、そしたら、出陣します。遅くなく福島と、戦端を開いたんですね。こいつは、奥村助右衛門さんは後々登用したいので逃がします。表彰を始めましょう。報告いたす。どうしたんだろう、ちょっとあれかな、出陣します。で、こっちがどうなってるかというと、兼次は戻っていって、表彰を始めましょう。報告いたす。出城を作っておきましょう。で、米を買います。米がとにかく足りない。御用を受けたまわります。ありがとうございました。こんなもんですね。出陣するぞ。我らが負けるなどありえん。敵将討ち取ったり、敵将捕獲した。表彰を始めます。報告します。先月の収支です。報告します。上杉を取り込みたいので、私がやろう。ここか、落ちるな。うん、問題ないでしょう。で、ここはというと、家康の本体と、なるほど、戦ってますね。石田と徳川が今まさに戦闘中ですね。ただ徳川に押されてる感じかな。
方策です。いやー、島津がだいぶ力つけてきてるな。あー、長政が死んだ。表情を始めます。報告します。まずは、対前田はどうなってるか。うん、落ちるのは時間の問題ですね。そしたら米を買っときましょう。なんなりとお申し付けよ。で、建設。この辺のね、内政は滞りなくやっておきたいと思います。さあ、こんなとこでいいですか。もうできることはないですね。はい、出陣するぞ。よし、これでいいでしょう。まあそこはなんとか持つと思います。あ、米が足りないか。表彰を始めます。報告いたす。報告いたす。米を買いましょう。何なりとお申し付けよ。ちょっと米が足りなそうですね。
会津若松落ちてないよな。そしたら会津若松攻めに移りましょう。ちょっと兵糧が心配ですけど、かしこまりました。我らに撃てぬ敵はありません。敵将捕獲しました。出陣するぞ。出陣する。お命令を。先月の終始です。報告いたす。交渉で徳川と徳川とは同盟が残り2ヶ月あるんだな。よしよしよし、今のうちに米を買いましょう。御用を受けたまわります。ありがとうございました。ちょっと本格的に米がね足りなくなってきましたね。金がないという、何にもできない。全員登用します。はっきり言って家臣団の数が少なすぎる。続く。逃げ道は与えぬぞ。戦場へ参る。出陣するぞ。姫にします。表情を始めます。報告いたす。なんだろう、今何か出たね。ちょっと見逃しちゃった。まあいいか。交渉、交渉じゃないな、工作。婚姻しときましょう。いっぱいいるんでね。同性同士では結婚できません。面白い。秀忠に葵を嫁がせましょうか。いや、忍ぶかな。一番年いってるし。政略結婚させていきましょう。どん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 。で、取引で米を買いましょう。御用を受けたまわります。ありがとうございました。御用を受けたまわります。ありがとうございました。開発。金がないと、一刻も早く落とさないとな。雪村の6000が届けば。助太刀いたしますぞ。命燃え尽きる時まで戦い続け。
てるぞ。逃げ道は与えぬぞ。ご命令を報告いたす。先月の収支です。いよいよ米がない。ご用を受けたまわります。何もできないです。米がないと。どうしようかな。どこ攻めようかな。ここに徳川に取られるんだろうな、きっと。ちょっと待ってくださいね。今最上はどこと同盟してんだ。どことも同盟を結んでないと。であればですよ、まず軍団で、この軍団の本拠地をここにしてだ。所属拠点を増やすわけにはいかないのか。こんなもんでいいだろう。で、で、軍団の攻略指示を出しますか。よし、これでいいでしょう。福島を食っちゃいましょう。データ、こっちの方はどうなってるかっていうと、落とせそうですね。上杉の家臣団はかなり強力ですからね。米がない。米を買いましょう。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。よし、これぞ我が軍略、我が魂を。逃がしはしない。米がないな。米がない。表情を始めますぞ。先月の収支です。米を買いましょう。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。攻略の指示を出します。出陣します。
うわ、福島正則の軍団めちゃくちゃ強いな。ちょっとまだ勝ち目ないかな。もうちょっと兵を蓄えますか。てかそんなに強いの福島は。うわ、一個一個の兵がめちゃくちゃ強いな。これはまだちょっと戦えないな。このね、庭家を食えればまた別だったんですけどね。徳川がじわりじわりという感じですね。島津強いな。最上はもう兵力そんなに持ってない。となると伊達を先に食った方が勝ちだな。あとは福島正則か。援軍を要請してなんとか勝ってみるか。大垣か。大垣だよな。攻め込めるとしたら大垣だけど、兵力の差が圧倒的だな。ちょっとまだ厳しいか。そうですね、まずは最上を取りますか。じゃあ米川城も欲しいんだよな。これ以上徳川に好きにさせないためには欲しいんですけどね。うわ、佐竹義重とか言って2万1000か。こりゃ勝てないよな。雪村の本体を動かしましょう。雪村本体を米沢城欲しいな。取れなそうだな。でもが出陣するぞ。米がない。出陣します。あーでも一応なんとかなんとか、収穫の時期を迎えることができましたね。先月の収支です。報告いたしますぞ。ただ今のうちからコツコツと買っときましょう。ご用を受けたまわります。やっと開発ができる。一気が発生してるからできませんという。こんなも
問しかできないですね。いざ参ろう。三村の3500も動かしましょう。出陣する。みんな遅れるな。我らも加勢しますぞ。引き続き問題があるんだな。ご命令よ。報告いたしますぞ。報告いたしますぞ。取引で何なりとお申し付けよ。買っときましょう。兵糧が足りない。します。ご命令よ。ちょっと人を入れないと収まらなそうですね。何なりとお申しつけよ。配属で人を移動させましょう。どこに人がいっぱいいるかっていうと、次はというとですね、ここです。人がいっぱいいるとこなんてないな、どこも。表情を始めますぞ。報告いたしますぞ。米は買ってきましょう。何なりとお申しつけよ。毎度大きに。始めますぞ。報告いたしますぞ。家臣家臣、伝授、そろそろ誰かに伝授していこう。武力に優れたものっていうのがあんまりいないな。あれはどうなったんだ？なんか加わってないな、まだ。何なりとお申しつけよ。毎度大きに。せっかく上杉取り込んだはずなんですけど、なんか味方になった感じがまだ全然しないですね。どうなってんだ。これぞ我が軍略。やっぱり我が魂よ。
ありがとうございます。徳川と義宗の通じ違ったな。命燃え尽きる時まで戦い続けるぞ。取り囲め。表情を始めますぞ。報告いたしますぞ。いたしますぞ。先月の収支です。報告いたしますぞ。買う前に内政を一通りやっちゃいましょう。あ、米買い忘れた。助立ちいたしますぞ。そう、落とせなかったか。池田輝政が死んだ。ご命令よ。先月の収支です。ちょっとキリがいいのでここで一旦終わりにしますか。次回はですね、引き続き最上、それと対福島先端を開いていきたいと思います。